国会地方は、トルコの地方の一つ。北を国会に面し、東北部は、ジョージアとの国境、南東に、東アナトリア地方、南に、中央アナトリア地方、西を、マルマラ地方と接している。国会地方の県国会地方の人口は2000年の、時点で843万9213人で、あり都市部と存落、の人口はほぼ同数である。 トルコの地方のうちの一つであり、人口はやや増加傾向であるが、トルコ全体の増加率よりは少ない。国会地方は険しい地形で岩肌の海岸線に急流が渓谷から流れている。川はポンティス山脈を削り、広い川には多くの支流が注ぎ込む。広い川ではサスも多く見られる。西部かっかる山脈の3000メートルクラスの山脈。 東部の1525から1800メートル級の山は内陸から海岸線まで麓が続いているため内陸から海岸への交通は山によって狭い谷を通る道に限られている東部ではこの山地は低い場所まで伸びており1500メートルを超えることは滅多にないが東部ほど標高が高くなりリゼの南では3000メートルを超える山も多いこの地域の夏は 湿度が高く暑い。北部の国海海岸からの湿潤な空気によって北に面する山々では雨量が多く森林が非常に濃い。これらの森林では上緑樹と落葉樹が混成している。冬には雪もよく降りスキーなどが盛んである。これに比べ南部のアナトリア高原方面を向く山の南緑は木が少ない。北部北アナトリア山脈は 国会海岸に折り重なるように総う高地を遮っている。長い地溝に似た渓谷と盆地がこの山地の特徴になっている。これらの自然によって国会地方は他のアナトリアとは異なった独特の歴史を歩んできた。西のゾングルダクから東のリゼまでにわたっての海岸線にはいくつか深く耕された肥えた三角巣が見られる。 中央に近いサムスン県近郊では、タバコ栽培が盛んである。東部地域では、柑橘類も盛んに生育されている。トラブゾン近郊は、世界的にも有名なヘーゼルナッツの生産地であり、リゼでは茶の栽培が行われている。急行配すぎない山麓はほとんどすべてが栽培可能地域となっており、その多くが農林業や放牧に使われている。温暖で、 湿度の多い国会海岸は経営型農業が非常に効率的である。西部のゾングルダクは石炭生産や重工業の中心地となっている。花や生き物、森やクレーター湖、川、山など自然に富んでいるために観光に適しており、ラフティング、カヌー、狩猟、釣り、ソースキーなどが楽しめる。また、冬にはスキーも有名である。 大いに役立つ水や食べ物もある。ありがとうございます。